はい、ありがとうございます。
はいかがですか。駅弁です。ちょっと地図を見てください。これ信越本線なんですが、この JR の信越本線の横川という駅には峠の釜飯という大変有名な駅弁があります。ところが来月の1日ってもうすぐなんですけど、長野行き新幹線が開通すると同時に、この軽井沢と横川の間、ここがですね、線がなくなっちゃうんです。信じられます、来月1日長野行き新幹線が開通すると、よく見ててくださいね、ここがね、線がなくなっちゃうんです。ここ廃止になっちゃうんですね、線が。じゃあ釜飯は一体どうなるのか、特集です。少年の頃から鉄道好き、それが高じて大学で観光地理学を教えている中川光一さん。集めた駅弁の包み紙は500種類を超える。特に発売当初から揃っているのが横川駅の峠の釜飯、信越本線の薄い峠をよく訪れたからだ。機関車が特殊ですしね、だから日本の鉄道で一番急なところですし、まあ、そういう点で鉄道ファンにとってはそれとこうずっと運命を共にしていた釜飯っていうのは思い入れがありますよ。それは有名なこの釜、中川家では猫が水飲みの器として愛用しているという。ご案内いたします。まもなく横川です。後ろに機関車を連結をいたします。連結作業のため4分少々お停車をいたします。群馬と長野の県境にそびえる薄い峠、麓の横川駅では峠を越えるための機関車を連結する。この作業時間を利用して売られているのが峠の釜飯だ。軽井沢へ向け、機関車に押されて峠を登る。550メートルの標高差をおよそ20分かけて越える。この薄い峠を越える日本で一番急勾配の線で、そういう雰囲気と、それからやっぱり紙包みのね、降りて食べるよりもやっぱりこのお釜ですよ。この釜飯は毎年およそ500万個が売れる日本有数の人気駅弁だ。峠の釜飯の販売元は横川駅前の荻野屋。昭和25年、3代目の社長が他界し、妻の峰司さんが後を継いだ。彼女は自らホームに出て客の希望を聞いた。温かいお弁当が食べたいと、あるいは家庭的な味がする、いつ食べても飽きない、そういうお弁当が欲しい、あるいは朝食に富んだそういうものが食べたいと。ちょうどこの時、益子焼の業者が釜の売り込みに来て即採用。炊き込みご飯に山菜を盛り付け、昭和33年2月1日、峠の釜飯が誕生した。横川駅では毎日およそ10人の販売員が釜飯を売っている。彼らは全員50歳以上だ。市川照夫さんはこの道一筋38年、アルバイト中にスカウトされ、高校を中退して就職した。1個900円です。はい、どうもありがとうございます。はい、札2000円お預かりします。200円返しです。ありがとうございました。行ってください。はい、3000、ちょっと待ってください。奥さん、ゆっくり時間ありますから3200円返しです。はい、1回の停車に1人で200個近く売ったこともあった。元気がいいから婿に来いと誘われたこともあった。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。誘うからお客様が嬉しげな顔をしてですね、ニコニコしながら手振ってってくれるんで、やっぱりあの時は言葉で言えない喜びがあります。列車の到着時刻は全て覚えたが、販売量の見込みだけは未だに難しい。厳しいから、今日もその厳しさに挑戦するぞっていう感じがありますか。脳も張り合いになってると思います。
今日も一日この横川駅でおよそ50本の列車をさばいた。碓氷峠を越える路線は明治26年に開通した。この峠には釜飯の発売以前にもう一つの名物があった。峠の力持ち。それを販売していた玉屋は現在峠を降りて家族でドライブインを営んでいる。当時は国鉄から細かい注文があったという。お餅が硬くなるし、それから体裁が悪いっていうんですね。見た目に悪いっていうので必ずこの中のお餅を編んで包んでくださいって言われたんだそうです。碓氷峠では開通以来線路と列車の歯車を噛み合わせて登るアプト式が採用されていた。線路は単線、峠の真ん中に熊野平という駅を作り列車を交差させていた。力持ちはこの作業時間を利用して売られていた。かつて玉屋は熊野平駅のホームの脇にあったと聞き、主人に案内してもらった。もう何もないですね。山深い熊野平、民家は玉屋一軒だけだった。あ、水槽が残ってますね。あ、そうですか。これ水溜めて、はい、それでここがあのどうですか、流し場になったんですね、洗い場になったんでね。三十数年経つとこういう風になっちゃうんですね。なっちゃうんですね。本当に柔らかいお餅ですよ。いいんですか。懐かしい味ですよ。久しぶりで食べる。名物力餅って大きい声張り上げてね、売ってる声が聞こえましたですね。昭和38年、アプト式が廃止、熊野平駅も閉じられた。力餅は峠を降り、鉄道から離れた。峠の力餅。列車の交差時間を利用して売られていたこの名物がたどった道。同様に機関車の連結時間に頼る釜飯にはどんな将来が待っているのか。駅弁は昭和30年代にピークを迎えた。しかし鉄道の発達に伴い売り上げは大きく落ちていった。まあ窓が開かなくなった、それから停車時間が短くなった、それから通過駅が多くなった、まあ、そういうことはマイナスの要素ですよね。ですからそれを防ぐために車内販売を考えたんですけど。高崎駅に拠点を構える峠の釜飯のライバル、だるま弁当。横川の釜飯は あれはご飯を炊くのがお釜という発想なんでしょうけど、これは別にだるまが直接ご飯を炊くとは限りませんけどね、まあ、容器に趣向を凝らしたということじゃないですか。だるま弁当は昭和35年、地元のだるま市にちなんで発売。当初は瀬戸物の器を使っていた。やっぱり車内販売ということになりますと、たくさんお持ちになるのが非常に難しいということから、今のような容器の方がいいという判断はあったと思います。上越新幹線の開通と同時に車内でも販売を開始。それでも全体の売り上げは3割ほど落ちたという。さらに来月1日、東京と長野を結ぶ新幹線が開通する。その試練をどういうふうに乗り越えるかということは出してますのではなくて、もっと新しいお弁当を開発するとか、お弁当の味を良くするとか、いろんな方策を考えてお客さんの需要に応えながら頑張っていきたいと思ってます。まずは高崎弁当と JR 東日本のシンボルカラーに染めただるま弁当を限定販売するという。横川駅に長野行き新幹線は止まらない。碓氷峠越えの路線は廃止。来月1日、横川は終着駅になる。横川駅で の釜飯の販売は継続していきますけども、もう売り上げについてはもう激減ということは当然予想されます、はい。釜飯は日本食堂を通して新幹線の車内で販売されることになった。しかし販売員の女性には重すぎる。
砂を詰めてですね、一応先ほど申しましたように1キロ200そっくり販売するままでですね、実際にその釜飯をワゴンの中に入れて今あの訓練しています。はい、荻野屋はあくまでもこの釜へのこだわりを押し通した。しかし一方で釜飯の鉄道離れは著しい。すでに現在道路関連施設からの売り上げが全体の8割を占めている。高速道路がだってもうものすごい日本全体網の目のように覆っていくとなると、やっぱり生きていくためには高速道路と結びつきを強めていく以外に、まあ、これは前途はないんじゃないんですか。それは残念ですよね。横川駅で釜飯を売る販売員の大半は来月から他の部署に転属される。市川さんの処遇はまだ決まっていない。できればいいですよね。でも無理な話なんで、あと100日間で勘定するようになりましたから。しかし販売の場所や形態は変わっても、あの器と味は残った。ジャイアンツではないですけどね、釜飯は永久に不復元ですということじゃないですか。計算してて嫌になっちゃいましたよ。僕はこの峠の釜飯ができる前にすでに何回かこの車で撮ってる。そうなんですか。年だな。で結局あの10月1日以降、横川駅の釜飯の販売員は2人だけになって、うん、まだ職が決まっていないという、あの高校を中退して釜飯に打ち込んだ市川さんですが、結局、横川駅残留が決まったそうで。あ、そうですか。おめでとうございます。おめでとうございます。いいんですよね。コマーシャルの後、台風情報を中心に